我々がこの度の選挙に臨んで自分の主張を述べ、これに対するところの反対の党派の主張と、この間に全国民において公平なる審判を下されることを求めるので、我々の主張を大別、ごく簡単にこれをひっくるめて言えば、王宮の問題と根本の問題との2つに分かれる。王宮の問題は何であるかといえば、他に対しては満州の事変をいかに解決するかと、こういうことが一つ。それからまた、うちにあっては現在の不景気をいかにしてこれを景気を回復するかと、活気を与えるかと、これが王宮の問題である。それから根本の問題としては、他においては隣国全体の国際関係をいかに改善するかと、この根本が定まらなければ、わずかに満州の問題が収まったといって隣国の関係は収まるのではない。それ以上にこの根本をどうするかということについては、我々は多年の研究と抱負を持っておるのである。これを行いたい。それからうちに向かっては、現在の不景気をどう挽回するかという応急問題だけでは仕方がない。根本から言えば、産業政策の元にわたっていかにして日本の産業を振興しうるか、またいかにして日本の産業を統制して、もう少しこれを合理的に発達させることができるか、これが根本の問題である。それから一人それのみではない、長い間維新60年間の間にほとんど不規律不統制に発達した全てのもの、全てのものといえば何であるかといえば政治組織、これも改めなければ、執務の取り方もう少し簡易にできるんである。全てこのひっくるめて言えば、行政財政の根本的立て直しを行わねばならない。これが政府の側である。それ政府の側ばかりではない、民間全体の全てのものに向かって大革新大革新を行わなければならんという時期がもはや到達しておるんである。それをこれまでのごとく姑息にただ打ち下げては、いつまでたってもこの形勢は治らんのである。それは言うように、我々は今度の解散ということは決して好まない。解散の一番必要の生ずるというのは、全てのものを安定させる。政府も無論これにおいて基礎を安定しなきゃ。一人政府ではない、うちにあっては全ての事業に着手する者が、このままこの政府の方針の通りに行くんであるか、また元へ帰って前内閣のようになるんであるかということの気がかりの間は、思い切って着手はできないのです。それゆえに、ぜひともここで安定させるということが必要。一人それのみではない、隣国の関係を根本的に定めようといえば、従来のごとき方針ではとても相手になるわけのもんじゃない。それゆえに、現在の内閣がいつまで続くんであるか、この方針なら自分も考えようがあるということは、確かにこの隣国も考えておるのであるから、どうしてもこれに向かっても基礎を定めるということが必要である。で、いかなる仕事においても、決して半年や1年で完成するものではない。どんなに少なく、中速力でやっても4年間、もしくは5年間かからなければ、一つの政治が完成するということはできない。いわんや60年間続いて、打力に打力で、重なったというこの弊害を叩き破って新たな仕事を始めるというのは、少なくとも 4,5 年はどうしてもかかるわけである。それゆえに我々は全国民に訴えて、この日本の体制全てのものの衰えておるというこの老朽した日本に活気を与えるというがためには、諸君は大奮発をして我々に援助を
知られることを求める。でこれは極めて明瞭である。前内閣が行っておった通りにしたのは日本の産業はどうなる、日本の外交はどうなるんである。これを考えて我々が現在主張するところのものに対象したならば、いずれが是であるか、いずれが非であるかということは最も分明にこれは判断できられるものであるから、私は通信で全国民に向かってこの公平なる審判を下されるということを私は求めるんであります。諸君は国のために必要な大努力をせられんことを希望いたします。